えー、さんは多くの資産をお持ちだと思いますが、年を取って死ぬときに資産は使い切りますかそれとも誰かにあげたり寄付したりするんでしょうか、えっと、僕、子どもの頃にあに、ファイナルファンタジーっていうゲームをやってたんですけど、あのエリクサーってアイテムがあるんですよ。ヒットポイントのマジックポイントが完全に回復するっていう。で、あの序盤から手に入るんですけど、そのゲームの中で手に入る回数ってま決まってるんですよね。あのなんか3個ぐらいしか手に入らないみたいな。なので、本当に困った時に使おうと思って、エリクサーを持ち続けて、最終的にラスボスの時も使わなくて、最後まで持ったままクリアしたタイプです。 あのいい感じ最後まで取っといちゃうタイプっていうなので僕多分あのえっと論理的には資産は使い切った方が得だと思うので死ぬ前に使った方がいいと思いますよって言うんですけど自分がいつ死ぬか分かんないので多分僕は資産を抱えたまま死にます <laughs> なのであの僕が死んだ後うちの彼女というか奥さんというかくんが合流するんじゃないでしょうか。